RC 統合。はい、ドスロゴです。はい、ドクターミュールでございます。はい、今日ははいホビーショー、ホビーショーやってまいりました。はい、統合ホビーショー。そうです。ホビーショー in 統合。あ、すいません、そうなんですよね。はいはい、はい、今年2024年のね、うん、ホビーショー静岡で毎年開催されているんですけどもね、はい、まあちらも暑いと思うんですけれども、うん、こちらのラジコン統合でもね、はい、テクラボさんの協力をいただきまして、はい、素晴らしいアイテムの方をねまた紹介していきたいんですけれども、はい、どうでしょう、3月、今年の3月ですかに、あのタミヤさんから発売された、BT01、うん、まあ今回そちらの付属のパーツの方ですね、うん、まああのドリフトに適したようなねですねパーツを、まあ、いくつか今まで作ってきたんですけれども、まあ、それプラスアルファ結構ここでもどうでしょう、もう10台くらい走ってるんですかね BT01 が。そうですよね。そうですね、うん、みんないろいろ情報交換しながら、あ、こうがいいね、うん、あがいいねなんてやってるんですけれども、うん、その中でまあこんなパーツがあったらいいなっていうところもあるので、はい、それをちょっと今回は、プラスアルファして作りましたので。なるほど。はい、うん、そちらのご紹介と、はい、その BT01 が出る前に MB01 っていう M サイズの、まあ、いわゆる BT01 と同じ、レイアウトのものがあるんですね、うん、ただ MB01 に関しては FR ではできなかったんですね。 MR と FF で遊ぶシャーシだったんですね、うん、はい、それを今回もう MB01 を FR にレイアウトにしたはいちょっと車がもうあるので、こちらを紹介させていただきたいなと思っております。もう皆さんの夢が叶う商品ですよね。そうですね、はい、うん、なのでいわゆるホイールベースが、はい、MB ですと239、225、210と、はい、すごいちっちゃくなるんですよね、はい、なのでいろんなボディがこうつけて遊べるようになるので、うん、はい、ほーって言わなかった、ほーって言わないといけないです。クーですよね。あ、すいません、すいません、ぐらいいっぱい遊べるので、うん、大好きなボディで、しかも FR レイアウトで遊べるっていうところが、うん、はい、おすすめだなというふうに思っております。本当に僕も見てるんですけれども、ここ東郷だと本当に10台ぐらいの BT が走ってて、うん、はい、あのノウハウが本当にすごい、はい、常に、はい、あのいろんなノウハウっていうのが出てきて、うん、はい、でそれをね具体的なパーツという形に、ね、うん、はい、起こしてくれてるのが、まあ、三浦さんという形でね、はい、あのいろいろ便利なパーツが出てるんですよね。そうですよね、はい、うん、いち早くなので、うん、毎週毎週そうですね、変わアップデートしております。してますね、あの以前にも2回、はい、1回紹介したっけ、うん、あ、しましたね、1回紹介しましたね、はい、させてもらいました。1回紹介したんですけども、はい、あの時と比べても全然進化してる、はいはい、そうですね、劇的にまた進化してるんで、はい、あのぜひともね、あのこれから細かいとこ見ていきますんで、はい、あのよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、いらっしゃい、いらっしゃい、は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 い、敵屋の三浦さんです。はい、お世話になってます。お世話になります。はい、たこ焼き、兄ちゃんたこ焼きくれ。たこ焼きですか。たこ焼き作れないですね。ボディ、これは、はい、アディクションさんのところの、うん、あのリアルグレードですね、うん、これめちゃくちゃかっこいいよね。これかっこいいですよね、うん、僕もお気に入りなんですけれども、うん、かきちゃんが、はい、あのリアルに見えない人は目が腐ってますっていう理由が最近よく分かってきた。あ、ですよね、うん、いやこれもうまんまですもんね。これ、まあ、のいわゆるホイールベースが239なんですよね、うん、はい、で、まあ、あのトレッドも狭いので、はい、これにはちょっと BT ではつかず MB で作ってます。あ、そうですね、になります。はい、はいはい、じゃあついてるものからいきましょうか。そうですね、まあ、前回もご説明させていただいたこのスライドラックですね、うん、スライドラック、はい、スライドラックでこうやって横に動いて、うん、切れ角見ていただけますかね。はい、結構切れるんですよ、ビシッと。うわ、すごいじゃないですか。そうですね、うん、こういうだけの切れ角があるので、うんうん、それからですね、うん、まあ、前回も紹介したファンプレートですね。ファンプレートですね、はい、はいはい、それからあと、バッテリーのプレートですね、ですよね、はい、はい、こちらになります、はい、これも適正な位置にね、そうですね、バッテリーを持ってこれるということで全部できます、はい、それからあと後ろの、うん、アームについてるですね、このダンパーを真ん中の位置にできるものです。あ、見えます、見えます、はい、でプラス今回作ったのはこのダンパーの上の部分ですね。上の部分、眉毛みたいになってるんですけど。ああ、見えた見えた、はい、この要は RDX のリアみたいな感じになってるやつね。そうですね、より外にですねこの上を持っていくことができます、はい、ええ、はい、そうすることによってこうダンパーをまっすぐに立てることができて、うん、はい、よりこう収動よくですね。ああ、そうだね、はい、うん、
動くようにできます。足を使ったね、うん、走行が可能になるということで、よりリアルな走りができますね。そうです。それから今回大きく変えたのはこのアームですね。はい、見えます。ロアアームとアッパーアームですね。これはですね、サスピン仕様になってて、はい、中に 3mm のシャットが入ってます。サスピンが入ってます。さらにカラーも入ってて、まあ、いわゆるスルスルに動いてですね、はい、ガタつきも取っとるような、こうこの前後のガタですね。あ、本当だ、ガタ全くないじゃん、はい、今。そうなんですよね。いや、これすげえ、はい、これ気になってる人多いんだよね。多いと思うんですよね、うん、はい。あとキャンバー、いわゆるキャスター調整が、はい、できるようにここに、うん、まあ、うん、はいはい、前後にですね、こういうカラーが入っているので、うん、これで移動させてですね、キャスターの調整。これだと今までなんか結構決め打ちっぽかったキャスターとかだったじゃないですか、はいはい、そうですね。それがいじれるっていうのは結構大きいね、うん、そうですね、うん、そのようにちょっとまたデザインも変えて、はいはい、機能も出したというところですね。で、これお高いんですか？いや、これがですね、うん、こちらが、こちらが今のご紹介したアームですね。アーム、はい、うん、アームセットで、2000円になります。ちょっとサスピンとかはですね、別売りになります。はい、サスピンはタミヤさんのこちらの200円のですね、うん、シャフト、これロアアームに使う方で、はい、あ、200円、はい、安っ、安っ。でこっちが、アッパーアームの方に使うシャフト、サスシャフト300円、安っ。で、あとこちらのフランジパイプ、はいはい、これは150円ってことは、はい、これ全2650円でこの足になるということですよね。なるべくお値打ちにと思って、うん、ああ、なるほど、はい。ちなみにナックルとかは、はい、ナックルはですね、今はですね、レイブ D さんのところの SG ナックルがついてるんですけれども、はい、このナックルはじゃあどこのやつがいいっていうのは、うん、あのこれはですね、いろいろあって、はい、正直言ってこのナックルでもいいです。はいはい、あの例えば RDX のナックルでもいいですし、うん、RD2.0 の、うん、あのナックルでもいいですし、うんうんうん、そんなにですね、あのアッカーマンで困ったナックルはないですね。そっか、もうキャスターとかあの辺もいじれるわけだもんね。あ、そうなんですよ、うん、なので結局そうです、身近にあるもので、うん、あの使っていただければ、手に入りやすいもので使ってもらえればなというふうに思ってます、はい、ナックルもね、レイブ D とかであれば、まあ、1000円ちょっと、はい、そうですよね、ちょろっと1200円ですか。ああ、1200円。ちなみにナックルは、はいはい、こちらに置いていただくと、よいしょ、はい、このね、はい、RDX の用のものが税抜き1200円と、うん、あとこちらね、はい、SD2.0 って書いてあるんですけど、はい、これ RD でも使えるので、はい、まあ、これがね、まあ、前後ついちゃうんですけども、うん、1500円ということで結構いいね、はい、実際これも使ったんですけど、すごい別に良かったので、はいはいはい、何でもいけちゃうじゃんっていう感じがするんですけれども、うん、あとこれがいるだけ。あ、そうです、そうです。なので、こう、あとこれ、ね、必要なのはこれがいりますね。はいはいはい、はいはい、スライドラック、うん、それからよくあのセットであの買っていただいてるですね、はい、こちらの、フロントメンバースペーサーセット、はいはい、まあ、これがあるとスペーサーも一緒に入ってて、うん、さらには、まあ、いわゆるこのサーボがグラ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 このマシンするもんですから、まあ、BT も MB も、はい、まあ、それがしっかり止まって、なるほど、きっちりと。ここがグラグラだと、まあ、ステアリングもヨタヨタだもんね。そうですね、パンチングの原因になるんで、なります、ね、それを消すのが、はいはい、このパーツっていうところですよね、うん、そうですね、うん、なるほど。それはあの MB、BT どちらでも使えますので、ただ FR 専用となります。はい、で、あとは先ほど紹介した、うん、サスタワーエクステンション、はい、フロントとリアセット、いわゆる4つ入っています。はい、左右2つずつ入って、うん、1000円になります。なるほど、はい、こちらもあのオンラインでですね、買うことができますので、はい、ちょっとよろしくお願いいたします。はい、肝心なこれなんで MB が FR になっているか、うん、ということなんですけれども、はい、これはタミヤさんからアフターでもすでに出ている、うん、はい、FR スパーシャフトセット、うん、これでですね、いわゆるシャフトが長くなって、はい、まずプロペラシャフトまでアウトプットすることができるんですけれども、はい、プラス、はい、BT のやつを、うん、いわゆる MB につけます。なるほど、なるほど、はい、で、それからこちらですね、はい、プロペラシャフトが必要なんですよね。はい、はい、でプロペラシャフトは、うん、実はこれ袋の中だからちょっと見にくいかもしれないですけど、うん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 、ここによく見ると、はい、SML って書いてあるんですよ。どこに？ここに、はいはいはい、LMS って書いてありますよね、はいはい、うん、ちょうどそこの部分で貯金できると、うん、
L ってなんだろうと思ったら、うん、239になるんですよね。239の大きさのプロペラシャフトが出来上がる、はい、ここで切ると225、はい、ここで切ると210のプロペラシャフトが出来上がる、はい、タミヤさん、すげえなと思ったんですけど、いや、やっぱりね、はい、タミヤは超優良企業だけあって賢いよ、はい、なんですね、うん、本当に賢いと思う、ね、だからもうそこまで読まれとったんだと思って、うん、ね、前プロペラシャフト作ろうと思ったんですけど、うん、でこれ切っただけでいけるようになってるんだと思って、ね、タミヤさんまたフィリピンに新しい工場建てるみたいだからな、ね、本当ですか、うん、さすがだわタミヤは、ね、だからこれもなんならね、お値打ちでこれも2つ買って1000円ですか、これ2つ買って1000円だもんね、安、はい、まあ、あとは、まあ、細かいところで言うとこういうギアカバーが多分違うので、うん、はい、ここは BT 用のやつをですね、なるほど、はい、買っていただければと思います。なるほど、そうするとまあ簡単に、はい、簡単に FR になりますよ、 FR になりますよっていうところですよね、はい、そうですね、じゃあこれね、まあ、BT の方は大体全部そうですね、BTMB はそんな感じですね、うん、はい、で最近ちょっとですね、うん、話がそれますけれども、はい、A86 のボディを使って見える方って結構やっぱりパソコン世界多くて、はい、うん、グリルですね、じゃじゃん、はい、これパンドラさんのボディですね、 A86 トレノですけれども、はい、それのグリルの部分を、うん、ですね、3D パーツで作らさせていただいたものになります、うん、これめっちゃリアルだよね。そうなんですよね、うん、はい、今までここなんかボコボコとしとったんですけど、トレノっていうところが貼れなかったんですよ、うん、これボディについている付属のステッカーですね、うん、はい、を貼ってあるだけなんですけれども、なるほどなるほど、はい、そういう風になっているのと、あと、まあ、それが本体がどれ、これこれか、本体がこれですね、これね、はい、はい、裏の部分にトレノって貼るってやつね。そうです、なるほど、はい、おお、いい、いいっすね。そうですね、これ1000円、これで、はい、めっちゃリアルになるじゃないですか。まあそうです、うん、はい、とあとこちらのですね、あのレビン用のですね、うん、グリルですね、これ真ん中の部分になるんで、これちょっとトレノとかいかんですけれども、はい、パンドラの、はい、パンドラ用ですね、のレビン用ってことですよね。そういうことですね、はいはい、でそれがこちらと、はい、そうですね、うん、はい、まあ、最近特に D ライクさんの LP86 とかですね、うん、も出たもんですから、特に A86 使われる方多いので、うん、まあ合わせてですね、うんうん、まあ、こういうので楽しんでいただければなと思います。なるほど、この GT グリルは、はい、三浦さんが実写のやつを、はい、そうなんですよ、実写ものもうあって、はい、それをまさに採寸して、ええ、そのまま10分の1にギューってして作ったのがこれです。これと、はい、やばいよね。いや、これこそマジでこれ違うよって言ったらメイク腐ってるよって話になるんですけど、本当に リアルグレードグリルって感じで、ね、そうですね、これはめちゃくちゃこだわりましたね、うん、で購入の方はね、はい、ラジコン東宝に来ていただくか、はい、あの概要欄の方にね、はい、テクラボさんの通販サイトの方のリンクが貼ってありますので、はいはい、そちらからご購入いただけます、はい、ホームの方がありますので、そちらからまた注文していただければなと思います、はいはい、よろしくお願いします、はい、であとね、もしあの近くの方はね、まあ、来ていただければね、いろんな、はい、あの BT だ MB のノウハウもね、三浦さんの方がね優しく教えてくれると思いますので、はい、一緒にあのセッティングの方もお手伝いしますんで、はい、はい、一緒にやっていきましょう。はい、もうすでに10台以上います。そうですね、はい、はい、皆さんあの FR やりましょう。はい、ぜひやりましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。